開幕をして J1 は節目の10節目。現在20位と19位の両チームにとってこのゲームこそがまさに大一番です。初勝利はどちらの手に。2021明治安田生命 J1 リーグ第10節、横浜 FC 対ベガルタ仙台の一戦。今日の舞台は日発三沢球技場です。それでは横浜 FC のスターティングメンバー、ゴールキーパーが南です。ディフェンスは4枚、右の前島、田代、井野葉、左に袴田、ボランチには斉藤と瀬古が入ります。右に小川、左に松尾。今日のツートップは渡辺とジャーメイン亮です。監督は早川智信。今日が2戦目になります。さて一方アウェイになりますが、ベガルタ仙台ゴールキーパーがヤクブ・スオビク。フォーバックで右のマセ、吉野、平岡、石原、ボランチには松下と上原、右に加藤、左に木田。今日のツートップは西村と赤崎です。さあ瀬古です。あー、いいボール入りました。流れてヘディングシュートは最後キーパーソービックが取りました。ワンバウンドで頭合わせました。しかしながらキーパーのソービックがこれを取っています。開いてきてここから西村、期待の人です。入れた。まあ難しいヘディングシュートでしたね、最後ね。ただまあ、出して受けてのタイミングはね、あったと思いますから、はい、リンダの前に入って触るっていうところもストライカーらしかったと思います。間合いを詰めて今度は右に振りました。拾って小川、膨らんでこれが前島、入れた。どうだ、ゴールだ。惜しいですね。あわやオンゴールもあるかというそんなシーンです。渡辺和真飛び込んできました。まあ、少し左の方に横浜市人を寄せつつで、まあ、右にボール持っていくとスピードアップなのかなって感じはしますし、まあ、小川に対しての前島の上がりも良かったですね。蹴るのは瀬古、この人は右足、つまりアウトスイングになります。これシュート先制、待望の1点は袴田が取りました。17分、横浜 FC 1対0、好スタートを切りました。いや、好スタート切りましたね。ワンプッシュ入れたのでうまくフリーになったと思いますし、はい、ちょっと難しい差し込んだボールだったんですけど、うまく上半身かぶせて、はい、振りすぎずにミートしましたね。さあ仙台ワンタッチワンタッチでボールを動かしました。いい、ね、ここからボックス内ですね、はい、そしていいボールが入れば面白い。赤崎ちょっとオフサイドか、旗は上がってましたね。最後のところのクロス入る瞬間オフサイドだったかもしれませんけども、まあ、シンプルに広い方に持っていって、あとはボックス内と。コンチニュー、コンチニュー。ボールホルダーより前に3人、そして今4人、開いて仕掛けに行く小川。おー、ヘディングシュート、貴重な追加点が入りました。頭を突き出して待望の斉藤に得点が決まりました。ヘディングシュート、2対0。待ちに待った斉藤の今シーズンの初ゴールは貴重な追加点。コーナーキック、いやー、1点返した。これで2対1、西村決めて2対1、仙台また息を吹き返す。やっぱり待ち方も合わせ方も上手な選手ですね。はい、一つ場面のね、あ、前の場面もそうだったんですけども、さあこのセットプレー重要です。どうかな、なるだろう、仙台追いついた。旗が上がっているか、どうなんでしょうね。旗が上がりましたか。上がったみたいですね。旗は上がりました。
アディショナルタイムはその間に5分と出ていますが、今のはオフサイド。確認が入るんでしょうか。確認が入るんですね。はい。さて、どうですよね。認められましたね。得点が認められまし た、ね。今ずっとチェックが入っていましたが、うん、今認められました。マルティネスも入っている。皆川も入っている。どうか、ね、最後は左へ、うん、そして今タイムアップの笛が鳴りました。両チームともに白星はお預け。勝ち点1を分け合うという結果に終わりました。